おはようございます。十、え、一、ー、月十六日土曜日です。皆さんお元気ですか。今日はですね、シングル版ですよ。えー、デビュー三十周年を記念して出された鎖を引きちぎれ。 でございますもちろんねあのー、ゴールドラッシュに入っている鎖を引きちぎれそれを新しくレコーディングしたものにですねなります。デビュー30周年ということでこういうステッカーもですね入っております。大事にね私撮ってるんですけども。 あのまずですねこのジャケット写真ですよね当時何の事前情報もない人はびっくりしたと思うんですけどもこのジャケット写真にねあのこれはですね A ちゃんが年取った時のイメージでですね特殊メイクをして撮影したということですねまあかなりですね何と言いますか珍しいジャケット写真ですよねまああのー、いろんな方が特殊メイクをして ポスターやジャケット写真撮影するミュージシャンいるんでしょうけどわざわざ年を取ったイメージでこうね特殊メイクでジャケット写真作ると。でまあはっきり言ってですねあまり評判はよくありませんでした。 発売当時ですねえっ、ー、って感じでまあ、特にねあの事前情報がないまあ、A ちゃんのファンではないえ、A ちゃんってこんな老けちゃったのっていうですね。感じでですねまあ、かなり衝撃的なね、あのジャケット写真でした今今ですよね えー、来年、ね、ソロデビュー50周年っていうすで、ねえー、にキャロルデビューからあー50周年超えている A ちゃんの今を見ればですよ革新的なジャケット写真じゃないかというですねあのことが言えると思いますよだってまだ現役でやってるんですからね こういうい感じで、ね、今も現役でやってるわけですからまるでですね20年以上先のことを予言したジャケット写真じゃないかと見ることもねできると思います。えー、そしてですねこの鎖を引きちぎれまあ2つ目の特徴といいますか「熱中プロ野球2002」。

魂のシャベルで金を掘り起こせとかですね馬車を出せ時代の荒野へとかですねあの歌詞に後押しされた人も多いんじゃないかと思います、ね、ええー、作詞はですね山川圭介です 鎖につながれて「お前は生きるのかい」っていうねこういう強烈な出だしで始まる歌詞ですよ。B 面はですね「西岡造気ままなロロックンーーラーです俺は気ままな風に恋したロックンローラー」っていうね そういうい歌なんですけどもえー、まあこの「鎖を引きちぎれね」ね新しく録音されたんですが曲調はゴールドラッシュに収められている「鎖を引きちぎれ」よりもちょっと軽やかな感じまあ軽やかっていうとちょっとあれですけどね、えー、その2002年風にですね アレンジされた感じになっています、えー、これはまだそんなねこっちと比べれば拭けてないんですけどももう左側の方完全にもう特殊メイクバリバリですよね中身はねこんな感じになっておりますちょっと私がですね反射して 映っておりますがはいえーね、こんな感じですねはいそれではですね今日の、H「A ちゃん語録」でございます。 これは上に上がりたいって匂匂いいなんだ何の匂いかと言いますとですねライブハウスです、ね、毎晩毎晩ライブハウスでシャウトしまくってなのに金が一銭もなくていつまでもピーピー言っててできるもんなら できるもんならっていうか絶対サクセスしたいって思っちゃいるんだけど一日がすごく早く早過ぎちゃうんだよね、えー。こんなはずで広島から来たわけじゃないのに流されちゃうのかチャンスは来るのかってあがいててさっている。 まあ、あのー、A ちゃんが言うにはですねライブハウスには独特の匂いがあるとねしょんべん臭いっていうかゲロ臭いって言いますかねでもそれはね上に上がりたいっていうあがいてる匂いなんだというふうにですね A ちゃんは言っております結局ですね チャンスをつかむんですけどねリブ・ヤングに出演して、まあ、サクセスを手に入れるわけですよ。え1、ー、回、ね、ライブハウスツアーとかもねあったりしてで「ダイヤモンド・ムーンで、ね」で70人ぐらい集めてっていうのもありますよね。まあ、A ちゃんはですねライブハウスの 匂いもそうだけど距離感が好きだというふうにねやっぱり言っておりますなんかあのまたライブハウスツアーやってほしいですよねただまあ50本100本やれるわけではないので抽選はかなりの倍率に、ね、なると思いますけども。 期待したいよいよ2週間後エコパホールね近づいてきました天気もいいみたいですし、ね、楽しみにしておりますロッケンロールでは皆さんまた来週お会いしましょうさようなら